こんにちは。いつもお世話になります。暗号通貨、体のエイダの情報をいただいております。で、今回はですね、和菓子のその専門店のことについてもお考えだということなんで、私なりにね、今の時期はこれをやったらどうかなというところでお話ししていこうかと思います。それはですね、ズバリクリスマスや年末年始にかけてですね、大切な人にこんな懐かしい日本のお菓子があるんだよということをね、訴求していくということです。おそらく、 海外で日本のお菓子を買う方って自分が食べることにはそんなにたくさんの費用とかねコストをかけようと思わないんじゃないかなと思うんですよ特に今の時期っていうのは誰かに送るためだったら例えばね1万円前後のものっていうのはそう高くないように感じさせることができるんじゃないかなと思うんですよその中で例えば送料が5000円だとして残りの5000円で商品の詰め放題パックというのを作ったらですね 全体で送料込みで1万円というものができて大体プレゼントとしては1万円というのはまあ妥当なラインかと思うんですよ。でそういったまあ取り組みができるんじゃないかなと。でお菓子でしたらね単価が100円とか200円のものが、まあ、主にあると思いますんでそうしたらねかなりの量を大きめの箱に詰め込んで「懐かしの日本のお菓子ですよ」っていう感じで海外にお住まいの日本出身の在住の方に 受けるんじゃなないかなと私はプレゼントをもらった立場として思うんですけども久々にプレゼントが送られてきました中を開けると「あっ子どもの頃に食べたお菓子ばっかりだ懐かしい」みたいな感じで20点とか30点とか入ってるとねなんか嬉しいんじゃないかなと思うんですよじゃあそれをお送りする方って例えば自分で食べるんだったらね「わ送料高いわ」とか「これだけお金払ってたったこれだけ」みたいになっちゃうかもしれませんしもっといたらね まあお菓子なんて500円とか1000円分買えればいいわけですよね自分が消費する分にはでもプレゼントでもらう分にはある一定のボリュームがあった方がこう迫力がありますしねもらった感があるしその時に送料がいくらとかコストがいくらってもらった方があんまり気にしないんじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですんでその辺も加味して考えるともらった方はむちゃくちゃ嬉しい懐かしいって感じさせるものが普段買わない日本のお菓子の中に詰まってるんじゃないかなと思いますよね まあそういうようなことをちょっと考えちゃいました。まあこれっていうのはクリスマスプレゼントにもいいですし、ハッピーニューイヤーとかね、年末年始で今年も一年お疲れ様みたいな感じで、これからお送りする機会が結構あると思いますので、11月の半ばぐらいからね、こう、訴求していくっていうんですか、そういったことができたかなと今思えば考えられますし、まあでもね、あの、新しい年、1月に向けてやっていくのはそんなに悪い話じゃないかなと思いますんで、懐かしい日本を思い出して、こういうのは食べてみませんかっていう訴求とかね、 であと私の場合 AI アートをたくさん作ってますんであのこれでぜひね AI アートも組み合わせてまあお菓子と、まあ、日本人の、まあ、主に女性ですかこういったものを組み合わせて商品訴求していったらどうかなと思うのとあとお菓子とまあね若い女性っていうのを組み合わせをそのインスタグラムとかツイッターで拡散していくっていうのはどうかなと思うんですよ。で私はすでに自分のアカウントがありますんでできませんけども例えばねお菓子のアカウント っってていうのを作ってイメージする AI アートの、ね、女性がこうお菓子をずっと紹介していくみたいな、まあ、そんなね拡散っていうのはまあね、結構いけるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、これにつきまして、ね、また細かいことを、ね、お話できるとしたらまたその時間取りましょう、えー、ということで、えー、商売繁盛頑張ってくださいいってらっしゃい